ベガルタは新メンバーを加えて今シーズンの初練習を行いました。 J1 昇格と J2 優勝を目指し新たなスタートを切りました。泉サッカー場にはたくさんの横断幕が掲げられ、およそ400人のサポーターが駆けつけました。今シーズンは J2 優勝をつかみ取っていきたいと思います。どうぞ1年間一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ベガルタの練習が一般に制限なく公開されたのは3年ぶりです。大勢のサポーターが見守る中、選手29人が揃って今シーズンの初練習が行われました。今シーズンは仙台のジュニアユース出身で神戸から移籍した郷家裕太選手をはじめ11人の新メンバーが加わっています。9年ぶりにこのエンブレムをつけれることに本当に嬉しさが込み上げてきますし、憧れの選手とかが走り回ってたグラウンドなんで、なんかすごく新鮮な気持ちが今はあります。サポーターの人たちがこれだけ、初日に来ていただけるということはね、身の引き締まる思いでいっぱいです。午後は年始恒例の必勝祈願です。監督、選手、スタッフ、フロントなどおよそ60人で大崎八幡宮を訪れました。本殿では全員でお祓いを受け、玉串を捧げました。自分自身はこう怪我なく1年通してプレーできたらいいなと思いますし、チームとしてはこうタイトル取れるために宮城全体でこうまとめられたらいいなと思います。ベガルタは今月13日から沖縄と宮崎でキャンプを行い、来月の J2 開幕に備えます。